よ。気合い十分ね。嬉しそうね。おお、どうかしら。気合い十分ね。嬉しそうね。知ってるかしら。最適そう。嬉しそうね。かしら。うん、いい感じじゃない？いい感じだわ。はあ、うん、いい感じじゃない？嬉しそうね。うん、いい感じじゃない？いい感じだわ。元気いっぱいね。嬉しそうね。なんとかここで勝ってほしいわね。ただいまより投票受付を開始します。
さあ、拍手が湧いている東京競馬場。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。第1コーナー奥、ポケットからのスタート。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。どうしても花を切りたい2番アンブラスモア、やはり行きました。5番サイレントハンター、10番黒い馬体セイウンスカイ、そして4番手に肩のミラクル鶴丸剛、そして外からはスティンガー、3番ステイゴールド、外を通りましてスペシャルウィークエアジハード、その外7番キングヘイロー、それからもう1頭6番メジロブライト、その外からは9番ダイワテキサス。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭行くのは2番アンブラスモア、1馬身リード、これを追って5番サイレントハンター、その外にセイウンスカイ、ちょっと離されまして11番肩のミラクル、外を通って1番鶴丸剛、そしてその後ろからスティンガー、内を通りましてステイゴールド、それから12番スペシャルウィークキングヘイロー、そのうちに4番エアジハード、外から1頭メジロブライト。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。先頭アンブラスモア、足が止まった。アンブラスモアが抜け出した。先頭はアンブラスモア、サイレントハンターが2番手、セイウンスカイ懸命に追う。外からはサイレントハンター、ムチが飛んだ、竹と旗のミラクル、セイウンスカイがかわした。エアジハード抜群の手応え、旗のミラクルがかわした。エアジハードが差を詰めてくる。1着4番エアジハード、1番人気の旗のミラクルが2着。残念。1着4番、2着11番、3着3番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。知らん。